生産年齢人口の減少による人手不足や労働生産性向上が深刻な課題となる中、さまざまな産業で AI を活用した課題解決への取り組みが本格化しています。 NTT 東日本ではデータや最先端技術を有する産・官・学が一体となり、 AI や IoT 技術の開発・実証ができる共同実証環境を東京・蔵前をはじめ仙台・北海道に開設しました。エッジコンピューティングなどの技術を活用して地域の実情に応じた新ビジネスの競争や課題解決のサポートに取り組んでいます。東京・蔵前にあるスマートイノベーションラボは NTT 東日本初の AI ラボとして関東甲信越エリアの中小企業のお客様への外観検査 AI 導入支援に数多く取り組んできました。 AI の精度向上には適切な AI モデルの見極めとカメラ、照明、ファクトリーオートメーションなど複数の技術要素の組み合わせによる活動環境の両方が必要となります。スマートイノベーションラボではパートナー企業と連携し、カメラ、照明などの活動装置の製作、 AI 学習までのトータルソリューションの提案をしています。お客様の課題に対し迅速に POC、 AI の有効性検証ができる環境を整えています。この外観検査装置はロボットアームがベルトコンベヤーで運ばれてくる製品をカメラの前に運び画像を取得します。その後解析を行い良品と不良品を分別します。こちらのソリューション導入による効果の一つ目は検査業務の効率化、人手不足の解消です。従来の目視による外観検査は検査の項目、生産数が多いほど人手が必要となります。このことが検査を担当する従業員にとって肉体的にも精神的にも負担の多い業務となっていました。特に工業製品においては一定の基準品質で納品できることが重要となります。検査が人手の場合、これを実現することは容易ではありませんが、 AI を活用することで強力に支援することができます。導入効果の2つ目は技術伝承です。生産加工機から発生する不良の特徴など熟練工の長年の経験に基づく技術を AI に移転することで、社員の高齢化、後継者不足に直面する中小企業の課題解決に貢献することを目的としています。従来の外観検査 AI ソリューションは大量・小品種向けで、検査対象物ごとに AI モデルのカスタマイズや多くの学習用データが必要でした。このことが少量多品種の製品を扱う製造業にとって AI 導入の障壁となっています。スマートイノベーションラボでは課題解決に向け、すべての検査対象物を撮像・学習することなく、形状違い・同一素材や同一形状・サイズ違いの量比など少量多品種対応モデルの確立にチャレンジしています。またローカル 5G をはじめとする通信サービスとの組み合わせにより、従来は撮像装置の導入が困難であった環境にも広く対応することを目指しています。その他にも東京・蔵前のラボでは様々なお客様への支援を行っております。その一つがビッグデータを活用した火災予測ソリューションです。県の産業技術総合センターと消防機関との連携により、過去の火災データと地域の特徴を学習した AI を用いてリスクが高い地域や場所を予測、火災発生確率が高い地域を地図データ上にヒートマップ表示することでリスクを可視化し注意喚起することができます。また AI 勉強会ではシステムエンジニア様向けに座学とケーススタディを通し AI 活用に向けた勉強会を実践的に学んでいただいています。マネージド AI というローコードツールを用いているので、プログラミングを必要以上に使うことなく AI 実装化のプロセスを体験してもらうことができます。音声認識の分野では会議などの音声データを文字テキストに書き起こし、会議記録を取ることができるシステムを提供しています。リアルの場での会議記録はもちろん、ウェブ会議にも対応しています。さらにウェブカメラを使って人物を撮影することで人体の骨格を検出するソリューションもあります。画像に映る人物の骨格を検出することで、その人物の姿勢、関節の角度などがより明確になります。今後スポーツや医療など様々な場面で活用されることでしょう。スマートイノベーションラボでは膨大なデータの高速処理が可能な GPU サーバーに加え、パートナー企業や大学、自治体の皆様が共同作業できるスペース、
スマートイノベーションルームを設置しています。 AI、IoT 技術を活用したビジネスモデルの早期実現及び社会実装を加速させ、社会課題の解決に貢献する共同実証環境として NTT 東日本のスマートイノベーションラボをぜひご活用ください。